昭和47年7月豪雨とは、1972年7月に発生した水害。この名前は、気象庁によって7月3日から7月13日までとして命名されたためその期間での災害を中心に記載するが、気象庁ホームページを参照し一部は台風による7月15日の豪雨も合わせて記載する。 昭和47年6月6日から7月13日までの断続した豪雨等による災害として激人災害指定。この水害は梅雨前線の位置によって各地で発生した。6月から始まった梅雨は九州の一部で洪水災害を引き起こしたが一旦止まり、7月2日から降り出した梅雨により全国で洪水災害及び土砂災害が発生し、 7月19日に全国的に梅雨明けとなる。気象庁が命名した期間である7月3日から7月13日までの主な災害は以下の通り。これらのうち前半は気流や他の低気圧との接触により、後半は特異な台風形態の影響により、梅雨前線が活発となったことで豪雨災害となった。洪水被害は河川のみならず島根新事の堤防が、 決壊した。土砂災害においては、氷層の砂や泥の流出だけではなく外水の崩壊が全国的に見られ、これが熊本天草諸島及び高地で多大な人的被害を出してしまうことになった。豪雨は沿岸沿いよりも山間部や河川の上流あるいは中流域で起こった事例が多かった。なおこの災害において特に降水量があった場所の一つである。 島根県のデータが一部水没により、計測不能となったことから、各気象記録の最大値は不確かなものとなっている。7月7日に発足した第一次、田中角栄内閣にとっては発足早々の大規模災害となった。梅雨前線の位置と起こった災害箇所により、7月3日から6日まで、7日から9日まで、 10日から13日まで、14日から15日までの4つに分類し、それに気象庁が公開している各市町村の最大1日降水量を記録した日付で振り分けて表記する。印はが3 0 0、mm、トル以上が2 0 0、mm、トル以上が1 0 0、mm、トル以上がそれ以下を示す。ちなみにこの時の台風のうち昭和47年台風第7号は、 日本観測史上最も長寿台風、昭和47年台風第9号は4番目の長寿であり、台風9号も7月23日日本上陸し、暴風雨被害を出すことになる。以下、各地方ごとに主だった被害状況を示す。九州地方当時の災害救助法適用市町村。九州での主な災害は、7月6日に発生した熊本県の熊地方。 天草諸島を中心とした豪雨と7月12日午後からの九州北部での豪雨と2つに分けられる。これらの中には1968年にエビの地震により被害があったところあるいは地盤が緩んだところ、1971年8月台風19号により被害にあったところ、また同じ年である1972年6月梅雨前線による大雨で、 洪水被害にあったところもある。この災害は、天草地方の上島つまり、天草市、上天草市で土砂災害が発生した。特に、姫戸町つまり、上島の上天草市側で死傷者を多く出してしまうこととなった。上島は、雲仙天草国立公園内にあり八代海の中にある島であるが、そのほとんどが山林しかも急峻な傾斜地が多く、市街地、 集落はその山山6の海岸沿いにあたる狭い平野部に点在している。7月6日、朝から大雨が降り続け10時頃にピークとなり、特に龍ヶ岳町、倉岳城そして姫戸町を集中豪雨が襲った。最大1日降水量432ミ、mm、リメートル、3時間降水量は255ミ、mm、リメートル、最大1時間降水量は 龍ヶ岳町西の浦6日12時台に1 3 0ト、mm、ル、相本町湯船原6日11時台に7 8 0ト、mm、ル。これにより、山崩れや土石流が発生し、海岸部の民家を襲った。場所によっては、数メートル規模の巨石が流走され、集落丸ごと土砂に飲み込まれた。死者122人、負傷者311人、被害額480億円にも上った。 こうした中で、姫戸小学校、無多文校では校舎が山津波に襲われたものの、教員6人、生徒64人全員が適切な判断により、避難し助かった。熊地方では、7月4日昼頃から降り始めた雨が6日まで続いた長雨となり、熊川流域で被害が出ている。熊川は、この前年である1971年8月水害にあっており、 二年連続での豪雨被害となった。この年の被害数は、家屋損壊64戸、床上浸水2447戸、床下12164戸。6日の強烈な豪雨により、正木駅近くで大規模な山崩れが起こり、これが泥流場となって土石流となり、白川下流に流れ流域の民家を飲み込んだ。川内川は、 その前年である1971年8月で洪水被害に遭い、さらにこの水害がある前月である1972年6月18日梅前線により洪水があったところへ、同年7月6日のこの洪水となった。この7月豪雨では中流域で特に被害に遭い、鹿児島県宮野城町油田で家屋流出114個となり、宮野城温泉では 旅館が流出している。国の史跡に指定されている阿光、黒橋海塚のうち黒橋海塚はこの時の豪雨で氾濫した緑川水系浜戸川が水田をえぐったことにより発見された。この地域でも前年である1971年に太宰府を中心に洪水被害に遭っている。1972年7月頭から降り始めた雨は長引き、 7月10日からピークに入り12日昼頃から災害が発生した。最大1時間降水量は、飯塚市63.5ミ、mm、リメートルが最も大きい。恩賀川や五笠川、松浦川、六角川など福岡及び佐賀の河川は氾濫し、浸水被害が発生した。被害は、恩賀川水系で、死者1人、負傷者7人、家屋全壊7個、半壊27個。 流出1614個、浸水4212個、六角川水系で、家屋損壊6個、浸水3991個など。また、東松浦半島や北九州市の住宅地など、福岡及び佐賀で土砂災害が発生した。四国地方当時の災害救助法適用市町村。四国での主な災害は、7月5日に発生した高知県での、 集中豪雨によるものであり、一連の災害で最初に起きたものである。高知では4日午後から強い雨が断続的に降り、まず県中部で次に県東部へ豪雨域が移り、これが6日昼前まで続いた。県中部の土佐山田町天坪で最大1時間降水量95.5ミ、mm、リメートル、最大24時間降水量742ミ、mm、リメートル、 県東部の秋篠火火で最大1時間降水量90.0ミ、mm、リメートル、最大24時間降水量410ミ、mm、リメートルを記録している。こうした中で5日10時55分ごろ、土佐山田町茂東地区で60人もの死者行方不明者を出す土砂災害が発生した。中国地方当時の災害救助法適用市町村。中国地方での 主な災害は、記録的な降水量となった島根県での被害と、中国山地付近での災害に分けられる。中国地方での降り始めは7月9日であり以降、断続的に降り、7月11日に最大となり、7月12日まで続いた。この地方で豪ノ川などは、前年である1971年の洪水被害にもあっており、そこへ1972年6月からの梅雨から、 続いて7月の豪雨災害につながった。この時島根で記録的な雨量となったが、松江地方気象台の観測所において、県内の1、3が水没により観測不能となったことから精度の高いデータが残っていない。島根県内を流れる主要河川である豪ノ川、日い川、高津川などの木並み氾濫し多大な浸水被害が起こった。県内の被害状況は、 死者行方不明者28人、家屋全百637戸、流出95戸、半壊1206戸、床上浸水1905戸、床下25291戸。この大雨により、県東部の日井川をはじめとする、河川洪水が起こっただけでなく、その河川水が流れ込む新事故の堤防が決壊し、その周辺は1週間にわたり浸水し、死者11人。 家屋浸水約2万5千戸を出した。さらにこの影響で、新事故南西端にある出雲空港も浸水し、10日間全面閉鎖、2 0 0日間夜間閉鎖となった。気象庁が公開している各市町村データでは、浜田市を中心とした県西部の方が降水量が多く、沿岸部や河野川、高津川流域の各市町村で被害が拡大し、 災害救情報が適用されている。土砂災害も起きており、浜田市立第四中学校では、裏山が崩壊し、体育館を呼び、プールを倒壊、埋没した。また、増田市沖の高島は、大きな被害を受け、1975年3月、対岸の同室千田町に全住民が、集団移転して、無人島となった。山口県内では、 山口市が11日に多い雨量を記録しており、最大1日降水量297.0ミ、mm、リメートル、最大1時間降水量61.0ミ、mm、リメートルとなった。県中部を流れる沢川や広島との県境付近を流れる小瀬川で洪水災害が発生している。広島、岡山では瀬戸内海側ではなくいわゆる県北側での被害が大きくなった。 11日の1時間降水量は、広島、岡山ともに、県北で最大240ミ、mm、リメートルに達している。両県ともに県北を流れる一級河川で、洪水被害が相次いだ。豪の川は、下流が島根、上流が広島県北と2県にまたがる河川であり、この豪雨により、広島県三好市を中心とした上流域で洪水被害が発生した。 岡山においては三大河川である旭川、吉井川、高橋川の上流域で洪水となった。土砂災害も多数起こった。広島では、警備線西三寺駅、柴地駅間が山崩れで不通となり、総領町黒目地区では土砂災害により、県道24号が不通となった。岡山では2034箇所、内勝山町500箇所、 中央町324カ所、小央町200カ所、最も被害が大きかったのが12日6時に発生した新見市上市地区の4万立方メートルもの崩壊土砂を生んだ災害である。被害状況は、広島で死者行方不明者39人、負傷者105人、家屋被害1万9208個、岡山で死者16人、負傷者43人、 家屋全開270戸、半壊1000個、床上浸水3588戸、床下13633戸。近畿地方当時の災害救助法適用市町村。近畿地方においては、特に顕著だったのが、東部大阪地域である。死者は出なかったものの、全壊家屋23戸、半開42戸、床上浸水6186戸。 床下4346個と多大な被害を出している。この浸水被害について国や地方公共団体の河川管理に過失があったとして1973年1月に大東市の住民が大東水害訴訟を起こした。また、京都でも府内全域で死者8人、負傷者十七人、家屋被害千三十六個もの被害を出している。その他、琵琶湖で 湖水上昇により浸水被害を出したり、淀川水系河川で洪水被害を出している。中部地方当時の災害救助法適用市町村。中部地方において特に被害を出したのは、愛知県豊田市から岐阜県境付近である。東海地方も同様に7月9日頃梅雨前線が停滞し、7月12日夜半から13日未明からピークとなった。その後、 7月15日夜以降は台風6号によりさらに被害が拡大することになる。この期間中、八作川、流域を原村を中心とした西三河地方及び岐阜県東濃地方で局地的な集中豪雨が発生し、洪水及び土砂災害で多数被害を出すことになった。愛知での12日夜から14日朝までの 期間降水量は458ミ、mm、リメートル。特にこの流域は、過去に水害はあったものの土砂災害は小規模なレベルで発生したのみだったため住民にとっては初めての経験となり、その中心である、さなげ山などで山崩れが起こり六の民家を襲った。愛知県側では、名鉄三河線、名鉄コロモ線が、岐阜県側では、東濃鉄道立線が通となり、立線は、 この復旧費用がかさむことが主因となって、全線廃止となった。愛知で死者行方不明者68人、全回家屋271戸、岐阜で死者27人。岐阜では、県北境も被害に遭っている。7月11日若狭湾にあった雨雲が南下した、ことにより11日夜にかけて、県北部から中部つまり、伊比川、長良川、日田川の上流域にかけて、 強い雨が降ることになった。ただ愛知岐阜県境に比べて被害が小さかった。7月10日、長野県諏訪市つまり、諏訪湖南側で洪水及び、土砂災害が起こっている。被害状況は、死者4人、負傷者8人、家屋全壊6個半壊28個家屋浸水518個静岡県内では、小山町で唯一災害救助法が適用されているが、詳細は、 各関東の項で記載する。また県内の河川はこの梅雨豪雨ではなく、7月15日からの台風6号による豪雨で洪水が発生している。関東地方及び静岡県当時の災害救助法適用市町村。この地方では12日の局地的な豪雨により被害が発生したものの、15日からの台風6号による被害の方が大きく。 ほとんどのハザードマップ等の履歴にも梅雨ではなく、台風によるものとして記載されている。この梅雨豪雨によって、丹沢山地の特に西丹沢、佐古川の上流域に集中豪雨が襲った。7月11日夜から12日朝にかけて豪雨が降り、河地川流域で洪水や土砂流出が起こった。最大期間降水量は、幻想で518ミ、mm、リメートル。死者人。 行方不明者3人、負傷者28人、家屋全七76個、半壊26個、床上浸水177個、床下4464個、山崩れは299箇所発生している。7月12日に東京都多摩地域で洪水が発生したとする記録がある。ただ現在東京都の災害履歴には7月15日に上陸した。 台風6号のものを記載している。伊豆大島の災害記録も台風6号のものである。東北地方当時の災害救助法適用市町村。東北地方は秋田県北部米城川流域に集中豪雨が襲った。北上した梅雨前線が7日から停滞し、前線が南下する9日朝まで続いた。特に米城川中流域の兄川、 藤琴川に降雨が集中し、8日夜から9日にかけて流域で堤防湖し流し浸水被害を出すことになる。最大期間降水量は藤琴村536ミ、mm、リメートル。二津市町付近では1.5キロメートル近く堤防湖支流して町内を浸水、また、野城市市街地を守る中川原堤防をも決壊する。大宇本線、前山駅、 国道7号との並み水没し、秋田県北部の交通機関に大打撃を与えた。秋田県内のみの被害状況は、死者、負傷者は幸いにも出なかったが、家屋損壊73個、半壊78個、床上浸水3379個、床下4160個を出している。ありがとうございます。